はいどうもモンゲライダーでーす。今回はですね、岡山県全市町村グルメラリー第50弾ということでね、今回訪れる市町村は阿哲郡哲多町です。ということでね、今また国道180号線を走ってね、今回は哲多町に向かってますけれどもね、まあ、前回と同じ絵ですね。前回のグルメラリーは哲星町という町を取り上げたんですけどもね、そのお隣が哲多町なんですね。全く同じルートを今走っております。まあ、日本撮りすればいいじゃないかというね、まあ話もあるんですが、グルメラリーは基本的に日本撮りはしないんですね。やっぱりいろいろ準備とかですね、あとまあお腹胃袋の問題もありますしね。なのでね、また国道180号を走って前回と同じ地域に向かっております。ということで哲多町の中心部あたりまでやってきました。この辺りが哲多町の中心地区であるんですがね、まあ、町役場とかそういったものが立ち並ぶんですが、そこにね、こんな立派な建物があるんですね。何かなと思ったら小学校ですね。なかなか趣のある小学校ですね。そして町の中心地区には哲多ふるさと市場というのもあります。小学校からですね、役場の方に歩いていきますと、ここにですね、地下道があるんですね。なかなか珍しいですよ。まあ言ってはなんですけど、こういう田舎に地下道って僕は見たことないですね。どうやらあちらの反対側の歩道に出れるようですが、まあ作った意味はあるのかどうなのか、何のために作ったのかはよく分かりません。めちゃめちゃ短い地下道ですね。本当にここの道10メートルぐらいで終わりますよ。はて何のために作ったのか。まあでも多分なんですけど、隣に小学校があるんで、でここに横断歩道がないので、多分子供たちのために作ったんでしょうね。そういうことでしょうね多分。はい、ということでね、せっかく哲多町まで来ましたんでね、哲多町にはですね、何やら平安時代頃からずっと湧き出ている泉があるということでね、その泉は史跡にも指定されているような珍しい泉ですんでね、ちょっと見に行ってみましょう。とりあえずですね、哲多町中心部から岡山県道33号成和方面に向かってね、ずっと走っていくとその泉があるということですね。お、左と。書いてあります。漫才の泉、あと 100m だと。これか、これっぽいぞ。あ、これっぽいな、これだ。ちょっと見てみますか。はい、ということで道沿いに突如現れる石碑や祠、これが漫才の泉という場所ですね。
いろいろ神々しいというか、なんかさすが史跡という感じですね。ということで、ではちょっとその漫才の泉というのをね、見てみましょう。本当に湧いているのかというね。これだよな、多分。これでしょうね。よくわからん。とりあえず水は綺麗ですね。透き通ってますね。どこから湧いてるんだろうなと思って探してるんですけど、これですかね。多分ここから水がなんか湧いてるような感じがありますね。これが平安時代より前からずっと湧き続けているという泉です。確かに存在しました。この辺にも石碑がいろいろあるんですけども、古すぎて何が書かれているのかよくわかりません。でも少なくともここが何百年も前からこの地域で祀られていたということはわかります。では続きましてですね、鉄多町というのはですね、ここ数年ワインの製造に力を入れているということでね、綺麗なワイナリーがあるみたいなんですね。まあバイクで来てるんでね、ワインは飲めないんですが、ちょっとですねそのワイナリーを見学してみようかなと思います。なかなかいい農道ですね。この先にワイナリーがあるんですね。ほー、おお、ここか。突如現れましたね。おーすげえ、ぶどう畑が広がってるな。じゃあちょっと入ってみましょうか。一面のブドウ畑ですね。ここはもともとブドウ畑の耕作放棄地だったらしくてですね、ここのオーナーさんが数年前にこういった風にワイナリーを作ってブドウ畑を再生させたというらしいですね。すごいですよね。で今回鉄多町編で行くお店なんですが、鉄多食源の里松花さんに行きたいと思います。こちらはですね、何やらまあ和食屋さんでしてね、ちょっとまだ何食べるかは決めてないんですけどもね、ちょっと行ってメニュー見て何を食べるか決めたいと思います。すごいのどかなとこにありそうですね。このお店は一見飲食店があるようには全く思えない場所ですがね。だいぶ山ですけど、あるのかどうか本当不安になってきますね。これか、あったあった、これだな。どこなんだ入り口は。ありました。ではちょっと行ってみましょう。
い、ということでね、てった食源の里翔華さんでね、アナゴ天丼食べてきましたけどね、いや、うまかったっすね。もうね、あのビジュアルね、まず出てきた時の想像以上のビジュアルでしたね。もう完全に丼からはみ出してましたからね。見た目もインパクト大なんですが、もちろん味もとても美味しいというね。あの天丼のタレも美味しいし、でご飯もね、いい感じの固めに炊かれててね、で何よりあの天ぷらサクサクで身がふわふわでね、であのわさびと天ぷらっていうのもめっちゃ合うんですね。めっちゃ美味しかったですね、本当に。であれが1100円ですからね、なかなか安いと思いますね。なんでね、もし気になる方はぜひ行ってみてください。ということでグルメラリー鉄田町編は以上になります。次回岡山県全市町村グルメラリーは苫田郡富村です。次回もよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。